コンテンポラリーダンス、コンテンポラリーダンスは、フランス語のダンスコンテンポランヌ、ダンスカンテンダンの英訳語。1960年代以降の前衛的なダンスが、ルーツとも言われているが、現在コンテンポラリー、ダンスと言われている、舞踊芸術運動の発祥の地は、1980年代前半のフランスである。イソドラダンカン、マーサグラハムのモダンダンスや、 マースカニンガムが作り上げたポストモダンダンス以降のダンスを指していたが、ドイツのタンツテアター、現代サーカス、各国のエスニックダンス、武術の型、映像やコンピューターなどの機材を使った実験的フォーマンスなど、考えうる限りのあらゆるパフォーマンスが取り込まれる状態が現在も進行している。この現状をもって定義づけできないことが、 コンテンポラリーダンスの本質であるかのような言説がなされることもあるが、むしろ定義づけが積極的に試みられること自体があまりなく、静観されているという言い方がより正確だろう。今のところ、現在行われているダンスのうち、非古典的かつ前衛的で、時代の先端を体現していると考えられる、ダンス作品を及びダンステクニックを指す曖昧な概念である。 バレエやモダンダンス、ポストモダンダンスなどの舞踊芸術を実践している。人々のうち、クラシックな伝統を解体し脱構築を目指している。ダンサーやダンスカンパニーにはコンテンポラリーダンスを標榜しているケースが多い。ただし、革新的なダンスを実践していても、コンテンポラリーダンスをあえて名乗らない、というケースも稀にある。近年は、 ダンスの定義そのものに挑戦するような作品が増加する傾向にあり、ダンスにカテゴライズするべきかどうか判断に苦しむような場合もある。1970年代後半、フランスでは国策として文化の地方化、デッサントラリザシオンが設置された。これは文化賞のイゴールエースナーというダンス担当役人の働きによるもので、エースナーは各地に 地方振付センターを作って上からダンスのネットワーク形成を図った。首都パリのオペラ座にも現代舞踊部門が設置され、その指導者としてフィンランド系アメリカ人ダンサー、カロリン・カールソンが招聘された。このカールソンがコンテンポラリーダンスの母だとされている。折しもフランスにアメリカのモダンダンスやポストモダンダンスが紹介された時期と重なっていたこともあり。 カールソンの新しい振り付けは衝撃をもって受け入れられた。ほどなくして、フランス発の前衛舞踊が振り付けられるようになったが、当初はコンテンポラリーダンスではなく、ヌーベルダンスと呼ばれた。は、ンバレエ、あるいは脱バレエ的な試みであった。その形成には、マースカニンガムやピナバウシュ、フランスでグループ MA を作って活動した矢野秀正。 1943年から1988年らの影響があると考えられている。1990年代に入ると革新的なムーブメントの追求よりもむしろ新しい表現方法の追求にこだわる振付家が増え映像、音響、照明、美術、IT を大規模かつ複合的に導入する事例が見られるように言った。同時にストリートダンスや日本の舞踏、 ヌーボーシルク、ダンツ、テアター的手法が取り入れられるに至り、名称もコンテンポラリーダンスへと変化した。前述の通りコンテンポラリーダンスの定義は多様であり、その受け止められ方は地域、国によって様々である。現在、21世紀初頭における海外での傾向は、次の通りである。日本での受け止めら方は口実。ヨーロッパのコンテンポラリーダンスは、主として、 バレエテクニックを母体としたプロダクション。集団芸術の方向性と、個人作家によるより実験的な方向性の二つにその傾向を対別することが可である。前者は、公立劇場のバレエ団や、モダンダンスカンパニー、コンテンポラリーダンスカンパニーなどを母体として、これまでのダンスと同じコンテクスト、身体の躍動性を観客に訴えかけることをしたる、目的、 あるいは作品において欠かすことのできない基盤として有する。上演される場所も歌劇場など伝統的劇場施設において主に発表される。対して校舎はテクスト、ビデオ、ファッションなど様々なメディアを用いて観客とユーモアや知性を共有することを目的としていて決して特権的身体、訓練されたダンサーの体による躍動性は必要ではない。 また、個人作家による作品のため、ソロやデュオなど、少人数による作品が目立つ。上演場所もより小規模な劇場や、ギャラリー、あるいはしばしば屋外など、オルタナティブなスペースで、積極的に発表されている。ただしこの分け方は、絶対的ではなく、例えば、ジェローム・ベルのように、両者どちらの傾向性を持った作品に関わる、アーティストや、ダンサーも、少なくない。 特に、西欧、フランス、ポルトガル、オーストリア、ドイツ、ベルギーなどにおいては、後者の作品群が、前者に劣らず盛んに上演されている。一方で、オランダ、イギリス、ギリシャ、またポーランド、エストニア、ブルガリアなどの東欧では、前者の方が依然盛んである。外してアジアでは、コンテンポラリーダンスを西洋舞踊の新しい方。 テクニック及び方向性として受け止めている傾向がある。したがって、ヨーロッパに見られるような実験的作品よりも、それまでのコンテクストに従い、身体的な躍動性を作品の主軸に置いていることが多い。ただし、上演作品は、決して西洋舞踊をフォローしていると一概に言えるものではなく、作品のモチーフは、各国独自の文化の影響を受けたものを見ることが、できる。 例えば、伝統舞踊を母体とした、コンテンポラリーダンスの表現を試みられている。複雑な政治的状況の影響を受け、中東のコンテンポラリーダンスは、決して盛んとは言えない。例えば、イランではダンスそのものが非合法で、アーティストはこれをあくまでも演劇として呼称するとで、社会的な実現を何とか果たしている。イスラエルにおいては、バットシェバ、 インバール・ピント・アブ・シャロム・ポラック・ダンス・カンパニーの両カンパニーがその優れた身体能力を屈した振り付けによって国際的にも高い評価を受けている。1990年代、現代舞踊、舞踏、出身でありながら枠に収まらない独自の活動をするダンサーの存在が顕著になり、その総称として日本のコンテンポラリーダンスの子が使われたようある。特に、 JCDN NPO 法人ジャパンコンテンポラリーダンスネットワーク代表佐藤則和が本来のコンテンポラリーダンス、ヌーベルダンスとは関係が薄いにもかかわらずそのような名称のみを原理を離れて当てはめたことによって日本国内で名称が普及したと言える。日本のコンテンポラリーダンスとコンテンポラリーダンスとは別ジャンルであったと考えるべきであろう。 21世紀に入り、欧米、日本とも観客の存在をもって成立する創作的なダンスの総称として、コンテンポラリーダンスの子が使われていきそうな傾向が見られ、意図的な区別は無意味であると思われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。